プロボクシング WBO 世界ライトフライ級1位岩田昌吉27東洋太平洋スーパーバンタム級6位ナスカワ天心25、25ラテーケン事務成1選手が11日下半身を中心とした強化合宿を打ち上げた芝成田市内のゴルフ場などで中村雅彦ストレングスコンディショニングコーチのもと1日2部練習で10キロ走坂道ダッシュインターバル走を観光 悪天候時には水泳も導入し、約1週間のキャンプを終えた。今合宿には岩田、ナスカワに加え、日本スーパーライト級1入りケンタ、27、日本バンタム級4位マスダリク、26、WBO アジアパシフィックフェザー級1 0位東田健二、29、WBO アジアパシフィックフェザー級6位中野寛二、28、WBO アジアパシフィックフェザー級1 0位福井克也、 27、WBO アジアパシフィックスーパーフライ級1位ヤシロヒロト、26、WBO アジアパシフィックフェザー93位島田淳也、25、WBO アジアパシフィックスーパーフェザー95位斉藤霊王、25のランカーたちが揃って参加した。所属事務を通じ、岩田は、1週間、怪我なく走り切ることができてほっとしています。ボクシングは個人競技ですが、 このチームだからこの合宿は頑張れたと思います。これからもチーム経験で上を目指して頑張っていきます。最高の環境と最高のチームに感謝して次戦も KO で勝つことができるよう精進します。と先を見据えた。なお参加選手の主な総括コメントは次の通り。ナスカは3回目の合宿、無事終了しました。今までで一番人数が多く、みんなで団結して走り切ろう。 と思いましたが、みんなスピードは速くバラバラになりました。走る時の、一緒に走ろうね、ほど信用できない言葉はないなと今回の合宿で思いました。冗談は置いておいて、今回は前回の試合でできなかったアップダウンのスタミナ、まとめるスタミナをつけることができたと思います。B、無事怪我なく6日間のキャンプを終えることができましたが、全身バキバキの筋肉痛です。 帰ってからはスパーリングも入っているので感覚を戻しつつ、今回の走り込み合宿での課題点を帰ってからも克服できるようにトレーニングが励んでいきます。マスダ、成田合宿を終えて、最終日は筋肉痛の残る中、最後まで走り切れました。今回の合宿は新しいメニューもあり、前回と比べてハードでしたが、チームで楽しみながら乗り切ることができました。 心身ともに強くなれたと思います。天と地と好みは一つ。心と魂は無限に、藤田、怪我なくしっかり追い込めたことは大きな収穫です。合宿前半で感じた筋肉痛が後半は慣れてくて足腰の強さを実感できたのでボクシングに行かせるのが楽しみです。中野、今回初めて合宿に参加させていただいたのですが、 途中足がパンパンできつかったところもみんなで走れたので乗り切れたと思います。走りたくねえと思っていた数日前が懐かしいです。わら。ご飯もおいしくてホテルにサウナまであってその中でトレーニングできる環境がすごく贅沢だなと思います。スタミナもついたので、このまま落とさないようにさらに上げていきたいと思います。福井、無事に怪我なく合宿を終えることができました。 チームとサポートに感謝です。トレーニング自体はやはりハードでした。一人では乗り切れないと思います。わら、今回の合宿で自分の未熟さを知れました。この学びを活かして今後もトレーニングに励みます。やしろ、長かったようで短かったですが、一週間ずっと走ることは今までにしたことがなかったですし、一人ではこんなに追い込めないのでとても良い練習になりました。 走っていて何度も止まろうと思いましたが、みんなと走るとパワーがもらえて踏ん張れました。島まだ、全身筋肉痛ですが、無事に怪我なく終えることができました。フィジカルは確実に強くなったので、ジムワークを再開して成長を感じるのが楽しみです。疲労がすごく溜まっているので、家に帰ってアイスクリームを食べて、少し休養をとってまた精進します。斎藤。 初参加でしたが最高の環境で最高のトレーニングキャンプができて自分自身より成長できたと思います。一人では絶対にできないと思うし、チームの存在にすごく感謝です。